撮ってる？もう始まった。あ、これ反射神経みたいな。え、違うでしょ、運じゃないの。運なの。何を競ってんの。ポテンシャルがある。これなんかのセリフなの。それが缶バッジだって。わからない。缶バッジになりますね。1回目お願いします。反射神経なんじゃないのこれ。さすがに運ではないでしょ。嘘でしょ。有名必殺技だよこれ。そう、これ紙演出じゃない。お、やっと、ありがとう。アクリルボード。これ何基準で選ばれてるんですか。もう電子ルーレットなんで運ですね。あ、運なんだ。いいですね。やっと、ありがとう。選んでいいよ。2番と、あ、このやつを2番。6番。そういうことか。理解した。何よって。どうも。ありがとうございます。あれね、ちょっと編集してね。いい権限ができたよ。こんにちは、休憩中の兄弟です。休憩中の兄弟。疲れた。それ疲れました。グリッドマンコラボ。グリッドマンコラボ。キュアメイドカフェで買ってきた。これが新庄のあかねさんの飲み物です。これがグリッドマンです。アクセスフラッシュ。わからないです。僕は一切。ではいただきたいと思います。すごい、すくってくるのかなこれ。飾りだろ。え、飲み物、食べ物じゃない。発泡スチロール。金箔乗ってるよ。やば。美味しく、美味しく、美味しいです。無理してるやつだ。金箔待ったんだけど。味がなさすぎて何も。え、マリオカート知ってる。ああ、あるよね。え、見せてあげたい。これ見せれる。お、すげえ。ボタン一つで。どうですか、猿どもが食らわってますよ。あれ何なんだろうな。毎回いるよ今日。なんか人が違うね、乗ってる人たちは。もうそういうサービスじゃない。あるんだ。まあドリンクはなんかコラボカフェっぽい、なんかチープな味ですね。で、紅茶とかで756円というか同じ金額だったよね。何これ。超酸っぱいじゃん。梅？梅かな。なんかこれジュルジュルしてるよこれ。下にゼリー入ってる。めっちゃ酸っぱくてビビったんだけど。交換する？梅なのこれ。新庄お金は甘酸っぱいってことだな。結構もう。しかもこのラムネがさ、絶妙に気持ち悪いよね。ラムネ？浮いてるこのラムネ。ね、秋葉原の住民たちを見せてあげよう。すげえ、すげえ、かっけえ。勝手に追ってくれる？それ。顔を設定したら追ってくれる。いや、本当はメイドカフェ行きたかったんだけどね。これが土曜の。そう、あれです。僕さっき。なんていうお店だっけ。名前覚えてない。まあ書いてあるんじゃない。書いてスキーショップでスキー買いました。ありがとうございます。メイドカフェからメイド降りてきたよ。2店舗ね、同じ欲しい板があってね。なんだっけ、ズマっていうメーカーが出してる竹の素材っぽい板みたいなね、スキー板があって、1店舗で3万4000円って最初見た時は見て、もう1店舗見たら4万2000円とかが 20% オフで
3万4000円で売ってて、いやでもなんか店員さんの雰囲気的に最初に行った方がいいなって俺思って、もう一回引き返してそっちに行ったら、いや本当の値段こっちなんすよっつって、で3万だったんです。3万円でさらに4000円ぐらい引いてて、なんかそっちで買って郵送して、はい、来た目に届きます。これの飲み方はね、舌に乗せないことです。染みる。いや、もうさっきもあそこ交差点撮ったけど、踊ってるメイドカフェさんがいて、まだ踊ってるんでね、頑張ってるね。この後あのメイドさんというかコンカフェの女の子たちがいっぱいいるところを通りたいと思います。動画撮ろうかな、どうしようかな。面白いね。え、なんかさ、一緒に動画とか撮出てくんないのかな。いや、そう、出てくれないでしょさすがに。うん、出て欲しくもないもん。なんだろう、メンカフェとかはあんの。メンカフェって何。メンズカフェみたいな。ああ、ある、場所によるのか。池袋になったらあるかもしれない。うん、すごいね、この人の量。食わるって今も言っちゃったもん。それに俺ら混じってたんだけどね。恥恥ではね。こうだったらあそこにスヌーピーじゃなくてムーミンのあの緑の格好した人おったわ今。それ謎だろ。イエス・キリスト以外に救いはないって言ってるね。なんかキャンピングカーが走ってますね、うん。朝あのちっちゃい車あったね。ね。にわかじゃないの？あれって。いや、ガチだろ。あそこまでやってるか。信仰してる人たちとか関係なしに全員同じ一生をたどるっていうのが教えじゃないの。だから救いとかっていうよりも結局同じ道にも行くんだよな、信仰者と信仰者じゃない人たちと。それで生きてる最中にどうそれを感じ取るかどうかは信仰仕方がによって変わるんだろうけど、それはそれに対して救いがあるない言ってんじゃん。しかも宗教勧誘する意図としては孤立させるのがメインって聞いたことあって、ちょっとしかない。宗教勧誘をしてると人離れていくんですよ。どっから。いやでもその宗教勧誘してる人から、 あの人ちょっと鬱陶しいなみたいな。そうなってくると宗教勧誘してる人たちは孤立してってどんどんさらに宗教にハマっていく。その宗教 の、 その身内同士で、うん、だから宗教勧誘っていうのは宗教その勧誘して人を集めたいっていうのが目的じゃなくて、孤立させて身内同士の結束力みたいのをなんか高めるのが目的だっていう。それにしてはモンハンカフェの飲み物美味しかったな。これ美味しくねえな。コラボカフェのドリンクって基本美味しくないんだよ。うん、影実のポップアップストアやってるけど、そこもなんか気に取ってたんだけど、どうしようかな。モンハンの写真が同期されない。それ俺にもあれ写真で送ってて、うん、
後ろのやつ見せる。すげえ。グリッドマン。グリッドマン。これ欲しかった、これ。グリッドマンね、漫画で少し。下のやつ。一番こっち側にあった。どう？店員さんがこう出たところの手前側じゃなくて奥側にあった。ね、言えばよかった。いやいや、選べませんから。フードメニュー、まあまあまあ。いつからやった？今日からじゃん。今日からでした。つか、東京にハトいますよ、皆さん。ビビった。そこら辺にハトいんの。普通いないから。寄ってくるよ。あの、タロの靴だ。やば。サンタコスしてる人いる。本当。メイドカフェの人じゃない。いや、これも美味しくない。全部美味しくない。いや、グリッドマン一つとか言って注文してんの。おもろすぎる。いくら商品とは言え。ここは結構もっとすごいことやってて、なんかオリジナルメニューみたいな、もうここ全部オリジナルメニューだけど、ツイッターとか SNS で投稿すると、拡散するとなんか限定メニューをさらに選べるみたいな、シークレットメニューみたいな。っていうのもあったり、なんか作品のセリフを言うとシークレットメニュー選べたり、裏メニューね、半分バスゲームみたいなさ。あんで、グリッドマン一つ入りますとか言ってね、怖い。なんかそのキャラクターにちなんだ飲み物を作りたすぎて味をどうでもよく感じてるよね。のかな。赤いの何？赤いのがゼリー。赤いのと青いのがゼリーじゃん。まあ、美味しいって言って飲む人たちもいるからね。すごい。これだって何も改造しない状態のジュースで出してくれという感想もあったりする。普通のコーラにグリッドマンとかつけて言ってくれた方がいい。それをしたら逆に、まあ、詐欺だとかって言われたのかもしれない。ふったくりとか。正直こういうコラボドリンクとかで求めてるものは多分ノベルティ、そのもらえる付録、オタクたちは。僕もそうですよ、かっこ自分も含めてですからね。思ったもん。ドリンク、ノベルティもらった方がええやろ。これ転売できたらタダでドリンク飲めたようなもんだぞ。休憩しながら。なんで、なんならお釣りもらえちゃうぞ。まずいジュース休憩しながら飲んでお金もらえちゃうぞ。え、ジャイアンいる。またまた。本当だ。見えるかな。タクシー。これあのオレンジの人、あの人ジャイアン。なんかオレンジのあれ被ってる人、あれ何者？あれはね、多分ね、コンカフェあちら辺にあるけど、コンカフェとかメイドカフェとかを取り締まる人だよね。に連なってるように見えるけど、あれは。今から行くんじゃない？交代組で。警備見て見張る人とか。何がダメなんだっけ？客引き行為がダメ。客引きっていうのは何なの結局は。まあ路上とかでレトロの車、お客さん呼ぶ行為。へえ。あのメイドカフェがやってるあれとは違うの？いやダメ。あれもダメなんだ。でもなんであれスルーしてんの？結局言ってもするからみたいな。そうじゃない？クソじゃんそれ。何？偽善？偽善者性政治ってことね。
まだこっちの秋葉原の客引きはしつこくないから、まだ全然いい、無視できるから、無視できないで、なんかめっちゃ寄ってくるやつがいるからさ、え、今からどこ行くんですかって答えればいいでしょ、一緒に行きますかじゃないの、今リスクできますよ、今流れてるやつなんだっけ、この音知らない、下で広告打ってて、なんかあの映ってるやつか、グリッドマンは関係ねえ、手振ってみたら誰か手振ってくれるかやってみますか、誰か、実はね、俺ここ最近見つけたんだけど、うん、ここの存在気づかないんだよね、あ、そうそう、ここの人たちがね、そう、グリッドマンの漫画あったんだね、そう、俺漫画で知ったよ、グリッドマン、最初の2話ぐらいしか見てない、元祖太もも娘だ、ね、きっと、うわぁ、また取り合う、捨てる場所あるからトイレ、あ、いや、普通に捨てる場所、行きますか、どうですか、では秋葉原また行ってきます、はい、さよならです、最終回です、バイバイ、次は北見で会いましょう、次のスペシャルコラボをお楽しみに、バイ、こんにちは、弟です今日は、東京旅行2日目ですね、今終わりました、よいしょ、いい感じの高さがね、で、そう、今日は兄貴と遊んできました、動画はまあもう出てると思います、見てください、断片的に撮りました、動画に映ってないところとか喋った方がいいかな、何動画とか撮ったか思い出せないけど、秋葉のね、あれ客引きのメイドさんたちめっちゃ可愛かっためっちゃ色白の子とかいたしね、なんだろう、とりあえず可愛かったな、ちょっとあんま可愛くない子もいたけど可愛かったね、店の中にいる人と目合っちゃってさ、とりあえず兄弟揃って手振っちゃったしね、はい、行きたかったね、でも行けなかったっす、残念ながら行ってません、あ、でもなんかそういうね、なんだろう、萌え萌えみたいな感じの設定じゃないけど、服はメイドでカフェやってる、なんかグリッドマンとコラボしてるカフェ屋さんには行きましたね、で、それは多分動画上がってるかな、きっと、はい、うん、あとなんだろう、新宿行ったんですよ、これ動画撮ってないんだけど、新宿の丸井っていうの、おいおいって書いてあるところ、おい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 のね、上の階にあるね、あのゴスロリ系っていうのかな、フリフリ系の服屋さんが売ってるところ行ったんですけど、そこめっちゃすごかったね、もうビビった、なんだろう、ガチでガチ勢すぎてビビった、お客さんと店員さんと、なんか秋葉にはいない別の部族が住んでんだなみたいなね感じ、可愛かったしね、ちゃんと秋葉のね、なんか人間の
ビジュアルがあんま良くないんだよ。やっぱりいい人もいたけどあんま良くないんだよね。なんだろう、髪型とか肌とかあとファッションとか、いい人もいたんだけどね、比較的になんかあオタクっぽいなみたいな、ザオタクみたいな、そういうところに金かけない人たちみたいなね感じだったけど、新宿はねなんかもう違ったね。もう見た目に全てを費やしてる人たちみたいな、綺麗でしたね。意識の違い、どこに金をかけるかの違いですけど、いろんな人がいるんだなみたいな、ガラリと変わってビビったね。あと動画に撮ってないところへ行ったところどこだろうな。いやまあいろいろ巡ったね。どこ巡ったのか分かんないし、兄ちゃんにつきっぱなしだったから正直どこ行ったのか全く分かんない。いろんなカードショップ行ったし、フィギュアショップも行ったし、魂ネーションジュースストアみたいなところも行ったし、すごかったな。有名人には会えませんでした。はい、とりあえず兄貴とは、まあ、またしばらく会えないですね。お別れの動画も撮ったんでそれ見てください、数秒の。うん、うん、あ、夜ご飯はねあれなんだっけ、日高屋っていうなんか中華料理屋さん行ってそこで食べました。写真同期できるかな。うわ、来た来た来た。こういうねサイバーパンクっていうかなんか、こういうなんかね 3D プリンターで作ったねマスクみたいなとか、可愛かったね。これビキニもあってすごい、6万円とかしてた。あともうモンハン酒場、これねモンハン酒場、これ美味しそうでしょ。これミラボレアスの尻尾、これブラキディオスのジュース、これボロボロスの泥蜜、攻撃されたやつね、紹介したよね。これクルルヤックじゃなくて、なんだっけ、クルペッコじゃなくて、ヤンクックのピザ、こんがり肉で写真撮って、こういうのもツイッターにあげようかな。いい写真を撮った、猫とアイルーと写真撮った。例のジュース、あと初音ミクのなんかねショップみたいなとこ行ったね。こうやってこれ動画、あああとスパイファミリーのなんとかポップアップストアって行ってきました。でこれが日高屋の豚骨チャーシューラーメン、これ油そば油ラーメンで、天津飯とそのスープ、以上ですね今日の。あとなんかニアもいましたよ、これどっかに、秋葉かどっかに。写真系は全部まあツイッターであげるかな。はい、明日は昼間に
叙々苑行ってきます。新宿の行ってハリーポッター見ます。うん、舞台のね、舞台ハリーポッター見ます。それぐらいかな。はい、ほな、2日目以上です。さよなら。